皆さんこんばんは。6月20日月曜日のオーバーハプラザです。今日の週明け月曜日もまさに梅雨の晴れ間となりました。埼玉県内でも午前中からすでに気温は30度に到達して真夏日になった地域も多かったようです。今日は県内では川口オート、そしてボートレース戸田、2競技でレースが行われました。川口オートは3日制のシリーズで一足早く今日は優勝戦が行われています。そしてボートレース戸田は G3 のマスターズリーグ、マスターズリーグらしく進入が非常に面白いんですが、特に極めつか今日の12レースでしたね。後ほど番組後半でボートレース戸田についてはお送りします。まず前半のコーナーは今日最終日、優勝戦が争われました川口オートについてお伝えします。今日は午前中早い時間帯から走路温度も高い水準で推移しました。ただ日中は気温、走路温度ともに大幅に変動することはなく推移していました。当然走路温度が高いコンディションということは京阪の選手が有利、その流れをまさに象徴する今日の一日でした。極めつけは今日の優勝戦、どんな流れになったのか早速メインの優勝戦から見ていきましょう。第12レース優勝戦、人気は最重班、中でも連勝中の伊藤選手が一番人気となりました。次いで早川選手、若い選手の順で3連単6、8、7が一番人気でした。スタートまで3秒前、第12レース優勝戦スタートしました。ハンデゼロのスタート争いでありますが、インコースから吉田優也がトップスタートを切りました。ついで石本、さらには鈴木辰巳の順、20メートル線は辻大樹、伊藤信夫、さらには若井智和、早川の順であります。先頭は1番の吉田優也、さらには石本、さらには鈴木辰巳、その後ろに福田裕二という並び。一発で伊藤信夫が辻を差し切りました。若井智和がその内を刺そうとしておりますが、ここで5番の辻のインコース潜り込んでくるか。いやいや、5番の辻が抑え込む展開だ。先頭は1番の吉田優也、さっそうと1番の吉田が逃げを打っています。結構なペースだ。2番手は3番石本慶也、3番手が鈴木辰巳、その後ろに2番福田裕二、伊藤信夫、現在5番手の位置。残りは4周回であります。好スタートを決めた6番の伊藤信夫でありますが、さあ2番の福田裕二の後ろでここでさばけるのか。入ってまいりました。4番手にステップアップになりました。その前には4番鈴木辰巳の壁があります。1番の吉田裕也が逃げている。2番手石本、さあ石本がデビュー初V に向かいまして、この先頭2番手の距離感はどうなのか。3番手は鈴木辰巳、6番の伊藤信夫が鈴木辰巳の因果はここで潜り込んで3コーナーパスしました。伊藤信夫が3番手、最終半から追撃体制整いましたが、残りはもう2周しか残っておりません。残り2周回終盤戦、石本が来た、石本が来た。吉田裕也が先頭でありますが、足色では引きを取らないものが3番石本慶也、先頭になってその差3写真ぐらいになります。1番の吉田が逃げている。3番の石本慶也、デビュー初 VA 執念を見せるか。ただちょっと距離が離れた。残り1周のブルーフラッグ、1番の吉田裕也が先頭だ。2番手石本、さらには追いすがる伊藤信夫、さらには若井智和、2番手争いは熾烈になってまいりましたが、最終コーナーに向かいまして先頭は吉田裕也であります。2008年10月以来およそ13年8ヶ月ぶりの優勝ゴール。第12レース優勝戦、2連単13 13,540円、3連単136 71,850円でした。以上、優勝戦の結果ご覧いただきました。優勝を飾ったのは地元の吉田裕也選手でした。このウィニングランでも笑顔がとても印象的でしたね。実況でもありましたが、2008年以来、およそ13年8ヶ月ぶりの優勝ということになりました。表彰式では、前回の優勝はもう記憶にないぐらいですと、本人語っていたんですけどもね。今結構ハンデが前になっていますが、もともとは最重班にいた選手ですから、この優勝がまた、復調の起爆剤となるといいですね。吉田裕也選手、優勝おめでとうございました。そして優勝戦2着だった石本慶也選手、こちらは遠征選手なんですが、デビュー初優勝をかけての一戦だったんですが、わずかに及ばず準優勝ということで、デビュー初 V は次節以降に持ち越しということになりました。さあ、そしてここでお知らせがあります。
開催が続く川口オートですが、次節はあさって22日からのオール川口勢、地元勢による川口オートレースクラシックファン感謝祭となっております。初日から3日目まではチーム戦バトルを開催。1チーム6、7人編成の12チームがポイント制で優勝を争います。そこで川口オートオフィシャルホームページでは、抽選で優勝チームのサイン入り勝負服が当たる優勝チーム予想当てクイズが行われています。皆さんもぜひ川口オートホームページから応募してみてください。この川口オートレースクラシックファン感謝祭、こういうチーム戦団体戦もある、そしてイベントホールで選手のトークショーがある、さらにはそのイベントホールでチャリティーオークションもある、そして優勝戦出場が決まった選手の公開インタビューがあって、そしてウィニングランもある、また CS 放送に選手がゲスト出演などなど、多数の企画がありますので、ちょっと普通開催とは思えないぐらい内容盛りだくさんな5日間開催。もう明日が全権日、あさって22日から開催となります。どうぞ、まだレースが終わったばかりなんですが、次回の川口オートレースクラシックファン感謝祭もご期待ください。ここまでは川口オートについてお送りしました。では川口オートの優勝戦をご覧いただきながらお別れです。優勝戦スタートしました。ハンデゼロのスタート争いでありますが、インコースから吉田優也がトップスタートを切りました。ついで石本、さらには鈴木辰巳の順、20メートル線は辻大樹、伊藤信夫、さらには若井智和、早川の順であります。その差三車身ぐらいになります。1番の吉田が逃げている、3番の石本圭也、デビュー初 VA 執念を見せるか。ただちょっと距離が離れた。残り1周のブルーフラッグ、1番の吉田優也が先頭だ。2番台石本、さらには追いすがる伊藤信夫、さらには若井智和、2番手争いは熾烈になってまいりましたが、最終コーナーに向かいまして先頭は吉田優也であります。2008年10月以来およそ13年8ヶ月ぶりの優勝ゴール。